海外でいうとニュージーランド留学、アメリカ、うん、イギリスと3つも留学してますから、うん、日本語大っ嫌いになりました、でもなんか褒められた日本はいやいやそんなことないって言うけども、向こうの人ってありがとうネイティブの受けたのよ、はい、しかも最初に数学簡単すぎるみたいな、生きるとかっていうのを考えずにやるんだって、うん、まずいっぱい買ってます、はい、出来たての、はい、カレーパンとこれカレーパン、ね、私これ食べて すげーいっぱいすげーいっぱいこれチョコ、はい、でちょっとこれ切り端しますね、はい、おカレーでかい違いますね、なんでマスって喋ってるかもわかんない確かに一回アーニャのスタンプ送ったら全部マスでかいスパイファミリーおもろいますね、あーそう、うん、大丈夫カレーついたら大変な、あこれメンバーシップとかで食べてるのか、そうですね、始まりました、もちっしょね、さあ今回はですね、かのんさんにおいでいただきました、はじめまして、はい、だいぶ撮った後なんですけど実はだいぶもうご飯食ってだってここにたどり着くまでにいろんなもん買ってきてたから時間ないって言ってるのに新幹線に乗るって言ってるのに、はい、そんなかのんさんでございます。もう YouTube 歴も長いですか？5年です。そう、森哲さん3年おー、はい、すごい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 、だってやっぱ海外の情報を発信するっていうのでもう最先端だったじゃないですか、やっぱり。確かに、まあ、今ユージー君とかがやってますけど、確かに、はい、そんな中でじゃあ何者なんだっていうのを聞こうかと思います、うん、あ、はい、お願いいたします、はい、留学グランプリっていう企画があって、うん、そこで審査員ねやってて、ね、もうビシバシやってましたね、あれ楽しかったね私昔やっぱ最先端でプロタンいたりラファエルいたりすごいコラボしてましたよね。でそう思うと、うん、私あんまりコラボしないんですけれども、はいはい、5人目です。5人目、ね、そんな少ないんだ。そう、そう、それは貴重、初めまして大二郎にとって、はい、そう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 、そう、まあ、確かにほとんどいないですもんね。ほとんどいない。いや、すごい、じゃあちょっと聞いていきたいと思います、うん、お願いします。海外でいうとニュージーランド留学、アメリカ、うん、イギリスと3つも留学してますから、うん、はい、なんでちょっと聞きます。おや、まず生まれは石川県です。はい、そうなんですね、日本で、そこからすごいずっと俺が凝視されてる映画でどうして、まあ、お母さん留学してたみたいなのを言ってたけど、ああ、いや、お母さん留学っていうか留学じゃない、海外どうだらってことは昨日ぐらいに出た動画でそう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 、もともと協力隊みたいな感じで、はいはい、はい、いた経験があるそういう、まあ、海外の話とか聞いてたけれども、うん、でも実際にそれがあったから留学行こうと思ったわけでもないというか。そうなんですね、うん、勉強得意でした、ちっちゃい時。勉強は英語と理科と、うん、理科得意でしたね。英語と理科と理科英語と理科2つあったけど、はい、そうだったんですね。英語好き、うん、ああ、僕も中学生の時英語と理科でしたか、得意科目。あ、言ってた、あの数学苦手みたいな。そうそう、数学大の苦手で、うん、それで普通に高校も石川県で行くんですか。そう、で留学はどうして行ったの、うん、高校2年生の時に留学行ったんだけど、初めての。それまでに例えばニュージーランドであったり中国っていう海外には行っていて、うんうん、そういう経験もあったから人とのコミュニケーションの英語喋りになりたいだろうかっていうのはずっと思ってたっていうのもあったんだけれども、うん、思いつきって言ったらちょっと夢がないって思われちゃうかもしれないけど、職員室の前に留学のポスターとかって結構ある、はい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 、でその時にアメリカとイギリスとニュージーランドとかオーストラリアって、この中で一番安いのがやっぱニュージーランドだったのよ。ああ、そうなんですね。そう、はい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 、そうそう、やっぱイギリス一番高くって、うんうん、でもなんかそれで、まあ、冒険が大好きだから自分の知らない世界に飛び込みたいっていうのがもう昔からずっとあったから、うんうん、そう、冒険や、そう、で、まあ、やカナボンみたいなそう、はい、これはおもろそうやなと思って、そこからちょっと自分で調べてみたところから行きたいっていうふうに行き着いてっていう話になる。行ってみてどうでした、ニュージーランド実際行ったら。やっぱりちょっとこんなこと言ったらあれだけども、うん、日本語大嫌いになりました。そうなの、マジ。それはなぜ。もともとニュージーランド行った時のカルチャーショックがすごすぎて、はいはいはい、例えばもう高校生のみんな、キービーのみんなね、裸足で登校するし、大学みたいだから、うん、高校自体が、うん、なんかクラスっていう教室がないのよ、みんなその科目に合わせて教室に行く、うんうんうん、そうですね、移動しますね。そうそうそう、はいはい、だから日本人みたいに高校中学みたいなそういうなんか居場所っていう場所がない、うん、その中で友達どうやって作ったらいいかって分かんない中で、うん、みんな例えば攻めるタイミングがランチタイムだって思っても、うん、みんな地べたでご飯食べてるし、はいはい、裸足でしかも、うん、やばいみたいなピアスとかも、まあ、当時超日本人って感じだったから、うんうん、あ、めっちゃ髪も染めてるみたいな、はいはい、めっちゃパンチパーマやピアスもタトゥーもパンチパーマピアスとかめっちゃやってるやんみたいな、
しかもめっちゃやってるやんって、はい、タトゥーみたいな、はい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 、ウォーってなって、まあマオリの人とかね、タトゥーついてるしね、そう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 、はい、でしかもおまけに普段聞いてる学校で聞いてるような英語ってアメリカ英語だから、はい、ニュージーランドの癖もあったりなんかして、うん、よくわかんないし、うん、聞けないわかんない、うん、だけど喋りたいことも喋れないみたいな感じで、うん、打ちひしがれたと。なるほど。だけれどもそれに慣れていくうちに、うん、ニュージーランド大好きになっちゃったと、帰る頃には。で日本に帰った時になんだこれはと。あ、リバースカルチャーショックってやつですね。そうです、はい、もうやっぱりルールだらけだし、はい、私パーマして高校行ったらめっちゃ怒られて、あ、いやなんでだよみたいな。でしかもやっぱりニュージーランドがとか言えるか、まあ、海外行って、うん、自分に自信持ってたりとか、はい、人の目気にしないだとか、うんうんうん、やっぱそういう自分が大好きな人たちが多くって、うんうん、例えばなんか褒められた日本はいやいやそんなことないって言うけども、はいはいはい、向こうの人ってありがとう、そう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 、だからなんかそういうすごく前向きなところも、うん、日本人はやっぱすごく、まあ、すごく謙虚でいいっちゃいいんだけども、うん、それが息苦しく思えていったっていうのが高校3年生で、あの日本嫌いやってなって行くんだったら、ミュージカルもそうだしやってたから、世界のトップレベルのところに学ぶぞっていう意気込みもあり、はい、アメリカ大学っていう感じです。まあ確かアメリカでなんかミュージカルがあって書いてあったまとめサイトに、うん、そうそう、嘘ばっかりのまとめサイトに、うん、森鉄はやっぱそういうの、はい、キャルチャーショックっていうのは、キャルチャーキャルチャーショックなかったの？カルチャーショックはありましたよ、もちろんもちろん、うん、一番はいやいやいや大丈夫これ別にスポンサーいないから大丈夫、いないいない、オッケーオッケー、音すごい音すごい すごい、いわゆる他人が話す、うん、これはいつも言うんですけど、僕がアメリカにいずれ住む理由としては、うん、信号待ちしてても喋る、バス乗ってても喋る、エレベーター乗りゃ喋るっていう、うんうん、その文化に戻りたい。あー、わかるー、わかるー、やっぱりもうこの間もね、ハワイ行ってもニューヨーク行ってもね、エレベーター乗ってりゃ喋るし、わかる、あ、普通でしょっていうのがやっぱ日本じゃありえない。わかるー、それめっちゃわかる。私もそう、アメリカ来られた時も、うん、バスの中で仲良くなって乗り過ごしちゃったからそういう時もあったし、はいはい、イギリスにでもやっぱどこ行ってもバス停でもやっぱみんな話して仲良くなって、でそこから始まってその家に行った時もあったし、そうそうそう、そういうのがまあ当たり前な文化に戻りたいんですね。まあそれがカルチャーショックで、まあ戻ってきたらまあリバースカルチャーショックというかない。じゃあ本当にアメリカ行こうと思って行ったんですね。そう、経路みたいな、うん、どの経路で、語学学校2ヶ月パターンだった。ああ、はいはい、なんかアメリカの大学行くには2種類あって、はい、ご存知だと思うけど、そのトフルで行く、はい、でポストフルで IBT のある一定の基準を満たしていくか、うん、現地の語学学校でとあるクラスにを取って試験をパスして行くのかのどっちかで、私後者だったの、はい、その期間長ければ長いほどやっぱお金かかるし、はい、短ければいいなっていうのは最短が2ヶ月だったから、うん、2ヶ月で、まあ、落ちたらやべえけどみたいな、うん、だけど2ヶ月で受かっていくぜってなって、うん、ちゃんと2ヶ月受かって入ったっていうのがある、はいはいはい、コミカレだった次、はい、コミカレに入ったで編入っていう、はい、そうですね、1、2年コミカレやって3、4年パターンですね。そっちの方が安く済みますね、実際。そう、うん、大変でした。でもアメリカ生活は、アメリカ生活はどの点においてなんだけども、うん、どの点において聞きたいみたいな。どの点において聞きたい。あ、勉強は、じゃあ勉強はやっぱ大変だった。ああ、めっちゃ失敗したなって思ったのが、うん、大学に行くと2つの英語のクラスがあるの知ってる、はい、ESL といわゆるインターナショナルスチューデントのための英語のクラスと、はいはいはい、現地のネイティブの人たちの英語のクラス2つがあって、うん、言われてたのよ、インターナショナルの人たちは絶対に全社の ESL の英語取ってからの方がいいみたいな、ね、はいはいはい、私ちょっと調子乗ってて、うん、ネイティブの受けたのよ、はい、しかも最初に、はい、そんな留学の最後の方とかにそれ取ればいいのに、うん、1学期目最初のセメスター取っちゃって、うん、落ちたっていうえ、内容はどういうやつ？でも長い冊子みたいな、うん、買うからそれ買って、その主人公はどうのこうのみたいな、いわゆる普通の国語の、はい、まあ、ストーリー読んで感想というか、はいはい、まあそうですね、英文学の授業、まあ日本の国語の授業みたいなもんですね。そうそうそう、はい、それ落としちゃって、はい、まあ、落とすというかトランスファーできるのって、はい、C 以上じゃないとダメなの。もう方法、なるほど。で C っていうのが 70% じゃん、うん、でだから D 以下取ったらトランスファーできないから使えないんだよそれ、はいはい、うんうん、でそれ最初の頃ちょっと調子乗ってそのイングリッシュのクラス取っちゃって、うん、D 取っちゃって、うん、もう一回取り直さないといけないのって、うん、うーって何年かな、あの ESL 受けて、うん、みたいな。へえコミュカレが大変だったってことですね。まあ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 、そうやっぱ最初の時は特にっていう、はい、でも他の教科も取ったわけですね。あ、もちろんそのオーシャノグラフィーとかサイコロジーとかフィロソフィーとか、はい、まあ、普通のいわゆるバイオロジーとかも、うん、でも科目系で驚いたのがやっぱ数学簡単すぎるみたいな。ああなるほど、日本の高校生でやってるやつをやってるみたいな、うん、だからもうそれ もうずっと100点とかっていうのあったし、点数良かったのはスピーチのクラスだった、うん、
へえ。ああ、やっぱり英語スピーチの、あ、そうか、得意、そんなあるんかな、分からんけど、まあ YouTube において大事ですから。でもその頃はまだ全然 YouTube とかは考えてなかったんですね、うん、考えてない、考えてない、全く全く。で大学行って3、4年、うん、3、4年の生活は大変でした。厳密に言えば、うん、私 Strictly speaking、 はい、 OK、 2年神カレで、次1年トランスファーした後に行って、はい、残りの1年はそのオンラインのクラスで取れるやつってあるから、はいはい、それだけを最後の1年集めて日本から取ったみたいな。あ、そうなんだね。なるほど。3年生の時は大変でした。大変でした。大変だったんだ、やっぱり。読まなきゃいけない課題の量とかね、アサインメントがめちゃくちゃあるっていうので、あとそれとやっぱ並行して、うん、やっぱりそのミュージカルやってたわけだから、はい、本番前の1週間とかって、うん、深夜2時とか3時まで練習してるの。はいはいはい、いや、その時に宿題とかも、うん、であると、なかなか両立がそういうの大変だったなっていうのは。ミュージカル、ミュージカルはもういろいろ出てたんですか。出ました。こうやってやってたんですか。あ、そうですあの美女と野獣とか、 あ、はい、あとはシュレック。おー、はいはいはい、うん、ミュージカルはこの2つ。あとはなんか教会なんかでコワイアグループに入ってたから、うん、教会でパフォーマンスしてお金をもらってたみたいのはあった。へえ、すごい。そんなアメリカ生活で、アメリカは大好きになったんですか。旦那になりました。旦那やっぱコミュニケーション能力ですね、そういうのも。そうかもしれない、うん。あとやっぱ学校生活の中で思ったのは、うん、日本人って、うん、てか日本の教育自体、そもそも自分の意見を言うっていうのが教育の中であんまりないじゃん。はいはい、そうですね、な、全然あんまないから、うん、そういうことばっかりしてるアメリカ人と違いっていうのはやっぱ生活の中ですごく思って、はいはいはい、何か言うにもやっぱ聞き手に回っちゃうとかっていうのはどうしてもあったから、自分の意見とかちゃんと言えるようにしていかないとなっていう危機感はあったっていうのも、もしかしたらそういう相手からいろいろ引き出そうだとか、うんうんうん、聞こうっていう、そこにつながってるのかもしれないって。すごい。日本に戻ってきてどうしてイギリスにたどり着いたんですか。アメリカから帰ってきて、その英語枠みたいな感じで、はい、市役所に勤めたの、ちょっと、2週間だけ。短い。そう、で速攻辞めたけど、うん、辞めた後に東京に行っていろいろしながら、もう一度海外に行きたいと。おお、なるほど。なんかそういうのないかと思って、うん、探した会社がイギリスで、いろいろ現地の情報集めたりなんかして、うん、っていうのが、そういうのがあったからイギリス行ったと。でその日に YouTube を始めたっていうの流れで3年間。なるほどなるほど。市役所は何が嫌だったんですか。2週間こんなこと言ってあれだけども、うん、まあ、私の配属さんって部署だとかもきっとあったけども、うん、女が廃れると思った。女が廃れるとは。やっぱみんな結構アットホームな感じだから、うん、私も次第に髪なんか研がなくなるし、あー、そういうこと、メイクもしなくなるし、はい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 、すぐラフな格好で出かけるとかっていう風になってて、うん、同年代がいないから刺激がないというか、うん、なるほどなるほど。2週間の話です今まで慣れるが早すぎるそう、ちょっと強に従いすぎて、これは女が廃れると思って、それだったらなんか、うん、ほら東京さ出るだ、そうだ、街繰り出したみたいな。でイギリス行って、うん、YouTube どうして始めようと思ったの。もともとやっぱりミュージカルじゃない路線に変更したのも、ミュージカルってみんなで一つのものを作り上げる、うん、だから例えばセリフがあるし、表現力もいろいろあるけれども、うん、それ以上のことはできない、うん、セリフ以上のことは言えない、うん、とかっていうので、まあ、なんかいわゆる、まあ、表現にもいろいろ幅はあるけども限られてるなとはちょっと思った、うん、なるほどね。だったらじゃあ日本にこの帰ってきたタイミングでそれ以外のことにもやってみようかなっていうふうに、うん、ところから始まったと。そのうちの一つにエンターテイナーとしてっていうのはあったから、うん、なるほど、 YouTube を始めたって。でも誰参考にしたんですか。2017年だから、だまだそんなに定着してない。参考は、あ、でもまあ最初の頃やっぱ分かんないから、うん、はじめ社長とかヒカキンとか。ああ、やっぱその辺になるんですね。あの二人ぐらいしか逆に見てなかったです、はい、でイギリスでは何をしたんですか。イギリスでは結局そのお仕事しながらだったけども、うん、でも次第にやっぱ比率も変わっていったっていうタイミングで、うん、YouTube 側がボーンと伸びて、そうです、問題解かしたりとかね、うんうん、英語でいろんな人インタビューしたりとかっていうのでやってって、うん、あ、これいけるって思ったんですか。いやー、いけるっていうか、すでに YouTube だけ食べてる人たちがいて、ほうほう、やっぱそのヒカキンさんとかはじめ社長さんもそうですけど、うん、そういう人たちと同じぐらいやっぱ YouTube で食べていこうっていうふうにするんだったら、うん、その人たちがやってるもの、うん、同等もしくはそれ以上じゃないと無理だってふうに思ったから、うん、やるんだったらもうガチでやろうってことで、生きるとかっていうのを考えずにやるんだっていう感じで、でも楽しいかっていうのを先行してたから。で会社は辞めたわけですね。で日本帰ってきたってことですか。それで、イギリスは楽しかったですか。イギリスは楽しかった、楽しかった。イギリスはでも働きながら YouTube ですもんね。まあでもその比率っていうのはもう正直酒かすぐらい。酒かすどっちがその YouTube じゃない方。ああ、そう、
ね。日本戻ってきて、でもね、コロナ禍でね、海外行けなくなって、海外系 YouTuber たちが、あーみたいなね。なるなるよ本当に、うわーってなって。いやー、本当この2年間大変だったと思いますか。いやー。本当に、それは。紆余曲折あって、はい、今に至るみたいな。今に至るわけ。今後はどんな感じでやっていく今後は来年、いわゆる2023年から、うん、まあいろいろなんか始めたいなって思ってるものがあって、それまだちょっと形定まってないから、まだこの段階では言わないのかなとは思うけど、それをしながら、あとはいろいろファンとの交流も増やすような、そういうものも積極的にやっていこうと。結構みんなやってるけど私やってないみたいな。ファンとの交流ですね。ファントムってこともちょっと。あ、じゃあ、ファントの。そう。交流だとかも、はい、そう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 、はい、あるようなことだとか、結構なんか来年はいろんなことに挑戦し、つつじゃあ歌ってる姿が見れるかもしれません。うわぁいいね。え、森田ってカラオケ行くの？カラオケ、ああ、はい。まあまあ、そうですね。まだ歌ってみた出してますからね。見たことあるわ。見たことある。あ、じゃあ今度さ、ちょっとなんかさ、英語のやつ、なんかしようよ。YouTube と歌ってめちゃめちゃ相性悪いですからね。知ってる。いろいろ終わってるみたいな。そうそう、めちゃめちゃ取られちゃいますから、収益。そうだね。そういう感じで。もう今日はね、時間がないので、もうだってもうあと3分出なきゃいけないから。やべ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 。なんで、はい、という感じでございます。はい、もっと、まあいろんな企画はね、また次のコラボするときにやると思いますので。うんうん、まだ2週間以内にまたここ戻ってくるかな。そう、そうなんで、このコミュ力を持って、海外を皆さん目指してみてはいかがでしょうか。はい。はい。